最大限の力を見せた。ドライブシュートだ。見えた。ドキドキで鋭く反応。
セナール君、このボールを拾います。このパスをトラップ。セナール君、ここは勝負を避けた。よし、決めるぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。スルーパスを狙う。センターラインを越えて攻め込む。眼光鋭く、華麗に止めた。どこまで運べるか。素早くつなぎます。カルツくん、低い姿勢で決めるか。ナイスプレーだ。これは絶対に決める。これはタイミング。これが止めてみせる。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。 ここから長い距離のパスを狙う。ここしかない。大きく対応。ボレー、インタビューエンタラ。タイミングがバッチリ合ったぞ。ゴール隅に決まった。俺は大面翼を超える男だ。諦めるにはまだ早い。それ、天才的なドリブルだ。よし、翼くん、これは南米式のドリブルだ。 パスを回す。セナール君、スライダー、ナイスプレーだ。おっと、コース交代だ。レオン、カルワザスのような動きが出た。マジな。天地明道、アメリカ横に詰め込む。マカルス君、横に飛んだ。ゴール隅に決まった。同点。これからも俺にボールを集めろよ。 あとは一気に勝ち越すだけだ。ジョルジュ君、これは必殺のロングパスだ。ドリブルでボールを運ぶ。鋭いドリブルで抜き去る。瞬足を抜き、ナイスプレーだ。あっと、ここで一気のシュートを取った。これは正拳ディフェンスだ。パントキック、どこまで運べるか。 素早くつなぎます。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、激しいタックル。リフトリーノくん、ボールはすせいこう。横をすり抜けた。もらった。ナイスプレー。これでイザくん、横にかわしてトップ。ナイスプレーだ。なんというテクニックだ。まるで魔法のようなシュートが放たれた。アルベルトくん、吹っ飛んだ。お見事。 両者一歩も譲らず折り返し。さあ、後半開始。翼くん、トップのリフトで抜いた。よし、あっと奪い返した。ここはパスに切り替えた。リフトリーノくん、横にかわして、これはまずい。リフトリーノくん、もうこの一撃がゴールを襲う。お見事、華麗に止めた。 パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは飛ばし、ナイスプレーだ。ドリブルでボールを運ぶ。セナール君、このスライディングが決まった。翼くん、ここは抜かせません。長いのフェイクをやった。ストーン君、スライディングでカット。秋山君、ここは抜かせません。 翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ビクトリーノくん、素早く横にかわす。セナール君、パスを出します。サンティアゴ君、パスを回す。かわして振り切った。ナイスぞ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ビクトリーノくん、ゴール前に持ち込んだ。もらったのをすり抜けた。それ、セッターくん、ダイレクトでパス。 センターのタッチでかわした。持ち場のテクニックを見せた。息の合った連携プレーが見れるのか。ワンツーで折り返す。スペースにパスを出した。これはキャノンシュートか。いや、さらに威力を増した。究極の砲弾が放たれた。若島君、横に飛んだ。これで2ゴール決めたぞ。 いいぞ、みんな。コースタ君、パスを出します。
お見事、華麗に止めた。
パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、お箱のヒールリフトだ。それ。それ、カルロスくん、これは二度加速する。二人分、威力二倍のシュートだ。懸命に勝ち出した。ピースリーナ君、ゴールを狙う。これはタッチを終わります。スローインからの再開です。あとロングスロー、ボールダッシュ成功。キーパーからのリスタートです。そうだ、この接戦に決着。僅差の試合をものにして見事勝利です。